はい、こんにちは、海坊主です。今日もこのアセットコルサコンペティトーネやっていきたいと思います。で、今回挑戦するのはこのランボルギーニヤングドライバーズプログラムテスト3、夜間走行テストですね。で、前回から変えた点があります。難易度のプリセットを簡単からノーマルに変えたんですけど、すさまじくひどいですね。丸だけが感じってどういうことなんだろう。まあ前回やった時にあまりにも後続とのタイム差があったのでね。で、どこいじっても難易度が途中で変えられないんで、とりあえずやり直してやりました。ノーマルでも下手したらどうなんだろう。もうちょっと AI の力上げといた方がいいような気もしなくもないんですけどね。はい、じゃあそれでは始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあとりあえず夜間走行テストなんですけど、さあどんなもんですかね。視界が多分相当悪いんですよね。で、セットアップはセーフになってますよね。もうこれでいいや。はい、じゃあ行ってみましょう。Green light, give it all you can. In this night driving test, you will be evaluated based on your fastest lap. But always remember that the first priority is to drive consistently, avoid incidents, or cutting the track. Be safe and have fun out there. なんかペラ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 言っておりますね。じゃあ安全第一でいきましょう。やっぱ夜間なんでね、タイヤが冷えやすいみたいですね。もうフロントタイヤがうっすら青くなっちゃってますよね。ちょっと止まりすぎかな。まあそんなもんでしょう。とりあえず安全マージン、安全マージン。ああ、ケツが滑った。スピンしないようにね、コースアウトしないように、それをこの10分間ね、保持し続けるっていうのがとりあえず目標ですね。ここ相変わらず滑りやすいみたいですね。もう飛び出すかと思った。暗いな。まあ耐久レースなんでね、やっぱり夜間走行もね、そのルーキーテストには含まれるのでしょう。よし、じゃあアタックラップです。とりあえずね、まだドライ路面で2分切れてないんでね、そこが目標ですよね。やってる人にしてみれば低い目標なのかもしれないですけど、とりあえずはまずは一歩ずつ詰めていかないと。よし、もうちょっとライン次第では早く踏めるような気がするけど、まあね、なんとなくコツをつかめてきたんでね、タイムを出せる走りをできるようになってきたんじゃなかろうかと思うんだけど、うん、見た目はスムーズですよね。見た目はスムーズです。タイムが出てるかどうかわかんないけど、見た目はスムーズですね、本当に。
さっきからそれしか言ってねえな。あーでも実車の裏感もね、一回ぐらい運転してみたいですよね。いや、空ぼかしするぐらいでもいいのかもしれない。とりあえず生で見たい。まだ裏感をね、生でじっくり見たことないんでね。いいなー。 おー、なんだ、いきなり2分は切りましたね。しかもぶっちぎりで切っちゃった。目標とか言っときながらちょっとロー使ってみますか。ほとんどさっきの人と変わんねえな。コンマ5詰めましたね、今ので。やばいやばいやばい、よそ見してた。案の定やっぱりタイムがロスしましたね。やっぱりゲームとはいえどね、脇見運転は良くないですよ。立ち上がりの加速がワンテンポ速いことによってタイム稼げたかな、突っ込みっていうよりも。よし、ほんま7詰めましたね。さらにで、さっきからなんか気になってるけど、なんだかんだで1秒詰めたか。前に車1台追いついちゃったんですよね。あんま絡んでほしくねえな。加速がやっぱワンテンポ遅れましたね。やだな、追いついちゃったよ本当に。でも抜かなくちゃいけないですよね。あともう一周あるだろうから。あれ、飛び出してた。気にしすぎですね。完璧追いついちゃったな。もういいや、スリップに入ってそのまま行っちゃいましょう。同じ車なのにストレートの速度差ありすぎるだろう。今の試験員でコンマ5詰めました。多分まだ詰めようあるんだろうな。全然
ロスしましたね。よし、立ち上がりでも稼げましたみたいですね。よし、今の立ち上がりはうまくいったみたいですね。徐々に徐々にこのゲーム慣れてってますね。本当後でオンラインでちょっとやってみたいですね。でももうちょっと上手くなってからのがいいかな。ああ、結果シルバーですね。おうおうおう。一応オートドライブになんないんですね、終わっても。思いっきりぶつけられた。はい、じゃあ一応ね、全セッショントップタイム、あ、全セクタートップタイムですね。なんだよ、結局4秒の差が開いてるよ。もうちょっと難易度上げた方がいいってことですよね、多分。はい、じゃあ以上でルーキーテスト第3回目の夜間テストが終了ですね。多分ですけど次からようやくチームを決めて本番に行けるんじゃないんでしょうか。あ、ちなみにさっきのリプレイなんですけど、リプレイ映像はあれ全開明るさ補正入れてます。じゃないとただ光が走ってるようにしか見えなかったんでね。はい、じゃあ今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。